ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。ここのところ新しく発売されて今非常に話題を呼んでいるルーム音響補正システムアークスタジオに関する動画をたくさん出していますが、今回の動画はアークスタジオの動画というよりはアークスタジオを活用した超音に関する動画になります。僕は以前からルーム音響補正システムの必要性重要性をこのチャンネルでたびたび語ってきておりまして、この家に引っ越してきた2022年の8月から超音に関する動画っていうのをたくさん出してきました。様々な吸音材拡散材をテストし、機材やデスク周りのレイアウトを変更し、その度に音響特性を測定して試行錯誤を繰り返す日々、効果が高かったものもあれば全く効果が感じられなかったものもありました。で、現在のルーム音響をアーク4で測定した結果がこちらです。いろんなことを試したんですけれども、 140Hz から 150Hz あたりのピーク、これがどうしても解消できないんですよ。調べを進めたところ、部屋の辺の長さや天井の高さによって、特定の帯域がブーストされてしまう可能性があるらしく、特に天井高に関しては、日本の家屋で一般的な 240cm という高さがあまり良くないらしいんですね。何やら椅子に座った時の耳の高さっていうのが天井高のちょうど半分である120センチあたりに来てしまい、低材波の影響を受けやすいんだそうです。まあ、確かに言われてみれば、天井の高さがやや低かった前の家ではここまで目立ったピークはなかったように思います。でも天井の高さ変えるなんてなかなか難しいですよね。何かいい方法はないかと、さらに調べを進めたところ、スピーカーの高さを変えてスピーカーに角度をつける。こうやって上向きにしたり下向きにしたり、そうすることで低材波を減らすことができるという情報がありました。ということで本日はスピーカーの高さを変えるとルーム音響特性はどう変わるのか検証した結果を皆さんとシェアしたいと思います。乱れたルーム音響特性に頭を悩ませているそこのあなた必見です。ぜひ最後まで動画をご覧いただき参考にしていただけると嬉しいです。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。チャンネル登録5万人を目指して頑張っています。有意義な動画、有益な動画どんどんアップしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回は床からスピーカーの底面までの高さを80センチ、90センチ、100センチ、110センチ、に変更してそれぞれのルーム音響をアーク4で測定してみました。どうやってスピーカーの高さを変えたのか、この検証のためにいろいろ考えて、今フレキシスポットの昇降デスクの足をスピーカースタンドに改造して使ってるんです。まあ、改造といっても厚さ3センチの木材を天板代わりにして、でその上にスピーカーを置いてるだけです。今回僕が使用した足は手動で昇降ができる H1 シリーズというものです。定価が 19,800円で、現在は公式サイトのセール対象にもなっています。電動で昇降できた方が、まあ、楽だしかっこいいんですけれども、まあ、頻繁に上げ下げを行うわけではないので、これで十分かなと思います。僕が使用しているメインのスピーカー、ベアフットフットプリント02は、重量が1台16キロも、あるんですけれども、その16キロのスピーカーをペアで置いて、さらにちょっとした機材を置いても耐荷重も十分余裕です。そして、スピーカーの角度を、高さに合わせて、耳に向けて調整するために、オーラレックスのモーパッドというアイソレーションパッドを使用しました。これを使うことでマイナス8度、マイナス4度、フラット、4度、8度と5段階に角度を調整することが可能になります。今お見せしているのが80センチの状態です。これ耳の高さに合わせてフラットに設置するよりも10センチ低いセッティングになります。試しに今から一番高い110センチまで上げてみたいと思います。なかなか強烈な絵面ですので、ぜひご覧ください。デスクの裏に回って、まずスピーカーの、よいしょ。角度を変えます。よいしょ。
結構大変なんです。よいしょ、逆側も同じように角度変えます。まあ測定した時はもっと正確にね、位置をちゃんと測って設置したんですけれども、今はとにかくその110センチに上げた状態を見ていただくっていうのが目的ですので、ちょっと適当にやります。で、100センチの時は角度をマイナス4度にして、110センチの時は角度をマイナス8度にしました。ちょっと実際マイナス8度やっぱりやってみましょう。このパッドにこれをつけて、ベアフットのスピーカーはスピーカーの側面にウーファーがついてるので結構気を使うんですよね。これでいいでしょう。角度をマイナス8度に調整することができました。もう今ピントどこに合ってるか分かりませんけれども、すいません、お許しください。で、ここからスピーカーの高さを徐々に上げていきます。そしたらその高さが伝わるようなカメラアングルに調整しようかな。この高さがだいたい僕が普段座っている高さ、座ってる時に、顔の高さって感じですね、はい、まあ多少誤差はありますけれど。で、こっからスタンドを上げていきます。事故のないようにやっていきたいと思います。後ろに出ているハンドルをぐりぐり上げていって、ちょっとずつ高さが上がっていってます。で、このスピーカースタンドの高さが上がっていってもケーブルがどっかに引っかかったりしないように、事故が起きないようにセッティングを考えました。はい、今何センチぐらいかな。これでだいたい90センチぐらいですね、今の時点で。これが、まあ、耳の高さにフラットに、設置した時の高さって感じです。まあ、ほとんどのスピーカーで推奨されてるのがこれぐらいの高さですね。で、ここからさらに上げていきますよ。はい、結構すごいでしょ。あ、怖いな。別に高さが上がってるだけなんで、上がったことで何かこう重心がどうとかっていうのはないはずなんですけれども、やっぱりね、高さ上がっていくと怖いです。はい、だいたいこれぐらいで100センチですね。で、こっからさらに上げていきます。はい、はい、よいしょ。はい、熱い。はい、だいたいこんぐらいですね。これが高さ110センチの状態でございます。すごいね。で、こっからモニターを、まあ、こうやって下げて、ちょっとこう角度をつけて、これで、完成みたいな感じですね。ちょっと引きで撮ってみましょう。いかがでしょう。なかなかすごい見た目ですよね。それでは測定結果をご覧いただきましょう。まずは高さ90センチ、耳の高さに合わせてフラットに設置するという多くのスピーカーで推奨されている設置方法で設置し、計測した結果がこちらです。気になるところはやはりこの 140Hz から 150Hz あたり、気になるところはやはり 140Hz から 150Hz あたりのここのピーク、最大で 10dB ぐらいありますかね。そして 200Hz から 300Hz あたりの 6dB ぐらいブーストされてる、ここも気になりますね。続いて高さ 100cm、 角度を4度下向きに調整した結果がこちらです。いかがでしょうか。ちょっと細かく切り替えてお見せしていきますね。耳の高さに合わせたのがこちら、そして100センチがこちら。どうでしょう、まあ、確かに
グラフはちょっと違うんですけれども、これは誤差の範囲と言えるのか、それともスピーカーの高さを変えたことが特性に影響を与えているのか、どう思いますか？はい。そして110センチ一番高く上げて角度を8度下向きに調整したものがこちらです。いかがですか？これは誤差の範疇でしょうか、それともスピーカーの高さが音響特性に影響を与えていると言えるのでしょうか。はい。そして最後に高さ80センチ、少し耳の高さより下げて角度を4度上向きに調整した結果がこちらです。いかがでしょうか。一番高く設定した110センチのものと80センチのものを交互にお見せしたいと思います。こちらは80センチ。そして110センチ。段階的に見ていくと、これ誤差なんじゃないのっていう風に感じた方もいらっしゃったと思うんですけれども、こうやって一番低いものと一番高いもの、交互に出していくと、結構特性変わってますよね。特にこの 200Hz から 300Hz あたりの特性っていうのが大きく変化しているっていうのが分かると思います。そして250あたりですかね、この山がかなりへっこんでますね。ここに効いてる感じがします。はい。対してこの 140Hz から 150Hz のこのピーク、これに対してはそんなに影響がないのかなって感じもしますね。はい。いかがでしょう。まあ 500Hz 以上の比較的フラットに近い状態になっているところも微妙な変化はありますね。全体的に見てどちらがフラットに近いかと言われると、スピーカーの高さを一番上げた状態、110センチで設置した状態が一番フラットに近いんじゃないかなと僕は思いました。皆さんはいかがでしょうか。順番に表示させていきます。一番低い状態80センチがこちら。そして90センチ、耳の高さがこちら。100センチ、そして110センチ。こんな感じです。100センチ、90センチ、80センチと。続いて、それぞれのルーム音響特性に補正をかけた後に、どんな特性になるのかっていうのを見ていただきたいと思います。アフターを表示させます。このオレンジ色の線に注目してください。80センチ、90センチ、100センチ、110センチ、80センチ、90センチ、100センチ、110センチ。いかがでしょうか。ちょっとこれびっくりしたんですけど、緑の線、ビフォアの線消しますね。110センチと80センチ比べてみてください。ビフォア、補正をかけない状態であれば、110センチの方がフラットに近いと、そう言えたと思うんですけれども、補正かけた後は、逆にですね、110センチ一番高いセッティングの時に、この350あたりですかね、ここのディップっていうのが大きくなっちゃうんですよ。350Hz あたりと 500Hz あたりですね。よく見てください。はい。まあ、80センチの高さの時は 500Hz にディップがないですからね。そもそも。で、350Hz あたりのディップも3デシ届かないぐらい。なんですけど、それが
一番高いセッティングにすると3デシ、3.5デシ、4デシぐらい出てますね。そして、500Hz のディップっていうのが、まあ 1.5 デシ、2デシぐらい出てる感じになってます。補正をかけると逆にこの150から500あたりですかね、この辺が乱れるっていう不思議な結果になりました。ちょっと順番にお見せしていきます。まず80センチ、90センチ、ちょっとずつね、やっぱこの、350あたりが出てくるんですよ。100センチ、110センチと。ということで、まあ、今回測定してみた結論としては、スピーカーの高さを変えることっていうのはルーム音響特性に確実に影響を与えているだろうと。ですが補正を前提に考えた場合は、この少し耳の高さより低く設置する、まあ、もしくはフラットに普通に設置する、どちらかが一番ベターなのかなと、僕の部屋ではそういう結果になりました。いかがでしたでしょうか。測定結果だけを見れば一番フラットに近いと言えたこの高さ110センチのセッティングですが、ここまでスピーカーを上げると特性云々とは別に、やっぱりね、音が上から降ってくるっていう感じがしてしまうので、あまり現実的じゃないなと思いました。あと地震とかもやっぱ怖いですよね。ただ今回の検証結果を受けて、お部屋によっては必ずしも耳の高さフラットに設置することが一番良いわけではなく、プラスマイナス10センチくらいの高さの調整は積極的に試してみてもいいと言っていいんじゃないでしょうか。ルーム音響補正システムにはどうやら補正しやすい乱れとそうではない乱れっていうのがあるのも分かりましたから、鼻から完璧な音響の環境が作れないのであれば、頭を柔軟に補正システムとの合わせ技でより良い環境にしていくっていう意識が大事なんじゃないかなと思います。何かの参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作の励みになってます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画で。